もっと大きくて大丈夫ですよ。いや、その自分まだ加減が分かんないんですよ。よりね、難しくて手が出ないな、なんか。え、今日初めてですか、スパリング。初めてです。あ、じゃあもちろん覚えてる。どうやったら攻撃が当たるのかがやっててイメージできないんですが、全然やっぱ攻防中でやるのはできないですね。さっきよりうまくできるはず。あの途中でねポイント気づきましたから。女性を蹴るって僕一回だけ他のジムでやったんですけど、なかなかやっぱ勇気が、その段階でも勇気が一つ。しかも彼女あのミドルとか蹴られると痛いって言います。すごい嬉しかったです。すごい長い知識入っちゃいました。絶対最初からその流れ考えてたっぽいですよ。思いついたみたいに言ってました。怖いよね。今こういう動き怖い。見てるだけで圧力がありますからね。お願いします。大丈夫ですか。頑張り来てください。動くことそのものがね、すっげえきつい。痛いとかじゃなくて怖いとかも多分あんだろうね。スタミナの消費に。もう高橋さんすでにあの状態だから。
泣かなくなりました、この子ね。顔を殴るのってちょっと難しいですよね。難しい、怖いし、殴ろうと思えないです。なんか自分のペースで動いてるつもりでいても、はい、ものの1分で、うん、息ぜいぜいするでしょ、はい、ちょっと動くことにまず疲れる、うん、あの攻めてるわけでもなく恐怖もやっぱ課題の一つですね。見えてるけど先に恐怖を感じちゃうと多分体固まってるん でめちゃくちゃ疲れる。いやこれタフですわ。今ね、すげえ研究したつもりですよ、はい、イメージがすげえつくんです。よく見てらっしゃいましたね。
ね、どうしてもスパーリングするときなんかパチッとね固まりやすいですね。体をしっかりとケアしてあげてからまた明日お仕事ですとか、はい、またトレーニングですとか頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。うちのジムでは格闘技をゲーム感覚で楽しくやってもらえるように指導してますので、男女問わず誰でも楽しんでできるように遊びに来ていただけたらと思います。レディースクラスですとか、あとはキッズのクラスもございまして、体幹トレーニング、ストレッチ、そこまでですねしっかりとお教えしておりますので、初心者の方はぜひ、ピーズラボ世田谷へお越しください。よろしくお願いいたします。お待ちしてます。今回も無事に体験を終了しました。皆さんちょっとこちらご覧ください。高橋さんが、獲得したベルト、僕実際本物です。任せていただきました。今回13回目ですけど、初めてのことだらけでしたね。バランスボールから始まって、あとやっぱ目を鍛える、今までガードするっていう練習ありましたけど、コンセプトはもう避けるだったんで、実際スパーリング最後やった時にはほとんどまだ活かせなかったです。どうしても手でガードする、多分怖いんでしょうね。結果的にはそれがすごい疲れるってことにつながってて、やっぱり格闘技の奥が深いっていうのをちょっとまだまだと今日体験した感じです。一番感じたのはここのジムがすごいアットホームな感じしませんでしたか。生徒さん赤ちゃん連れてきたりとか、高橋さんが来たら赤ちゃんを抱っこしてお世話したりとかですね、高橋さんであるとか、今回の体幹の方を指導していただいたミラさんとか の個性がよくこのジムに出てるんじゃないかなと思います。ぜひですね、千歳船橋駅付近でジムを探しの方は参考になさってみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。